こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。最後の開幕前最後の練習試合ですね。トップロード成田、そろそろやっぱ本格的に動き出したいところです。気がしてんだ。そうだ、キーパーマナミ、いやバカにしてるのかって思うんですが、まあ練習試合ですからね。オフサイドか。ニキータが救う。外に出しましたね。緑との接戦。ここで一気にチェンジオブペース。うーん、サヨ何やってるんだ。もう PK になったらほぼ終わりって考えていいでしょうね。うまい、これはうまい。先取点。試合終了ですね。
し第2弾があるのは外国人選手のみっていうのもやってみたいかな。さあこれが最後の練習試合です。それからもう連続してワンチャンですからね。ベストに近いメンバーにはなりません。ダメ、今日ベストに近いメンバーではないな。今度クルミを出しましょう。まなみ大丈夫かな。怪我してなきゃったらいいけどな。怪我は最大の敵です、特に主力勢。エリカもちょっと引きずってるよね。走ってな気になりますね。うわ、コーナーキックになった。お、ヒラリーがここは救いました。エリカのスピードが鈍っているぞ。エリカ大丈夫かな。怪我されたらちょっと痛いからな。危ない危ない。こうミホがうまくリカバー、そこまでずっと上がってミホがつないで、惜しいな。あ、ここはうまくやられました、バドエルに。相手ボールをスローインですね。あ、これはいいセンタリングだが、夏木がキャッチ。今やっぱ相手を攻めてかけた感じです。くるみうまい。エリカ、まあちょっとやっぱり敵のマークは厳しかったか。ルミア一人で、お、ゴール前まで来たぞ。そういうのは決めてほしかった。逆にピンチの予感。ちょっとボールの進み具合によっては、やられてたかもしれないですね。スコアレスドローです。復帰して開幕戦。さあそしてミラン選手獲得できるか。やりました。難しいって言われてただけに、クラーカリマゾを仲間としてこれから楽しみです。ちょっと待ってください。年俸一番高いのはミユキですね。ミユキ十分な力が、大活躍。クライスはちょっと落ちるけど、まだピークを過ぎてない。クルミが4700万、緑が4500万、まどかもいいですからね。ヒラリーってなんか能力高くないのに3800万も取れるんだ。まあ
染者多いから、まあ、やっぱり見を見劣っちゃうんですよ。結構ポテンシャルがもう全盛期近づいてるから。
強い。テストで見てみると確かにディフェンダーが強く、フォワードがそんなに強くないというわけで、簡単に点は取れない、ワンチャンスにかけるしかないというところだと思います。次回から公式戦もご期待ください。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。カルチョビットアーのプレイリスト説明欄に記載します。ぜひご覧ください。ブックマークもぜひお願いします。説明欄にはブログ、ツイッターのアドレスも記載しています。よろしければこちらをご覧ください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ということで、サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。